こん今日はですね質問がありました「マイルストーンズ」っていう曲あのモードの曲ね、えー、ああいう時のなんか展開方法ってありますかっていうお話があったので、まあ、一応、まあ、僕なりの見解ですが、まあ、マイルストーンズはですね一応譜面を取ったものがあって、えー、これは面白くて、えー、と要は A メロ B メロが長いんですよね16小節あって。で A メロのところは、えー、と結局8小節間は タタ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 まあ管楽器のこうえー、っとシンコペーションに合わせてここだけ記名してるでしょたたたたのところだけ、ね、こころだだけけねでえー、っと B メロのところはこうやって一定すると進行感があって B メロのところでリムショットを見てみるとこうランダムでしょ 「タタタタララ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 ラなララだララ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  要は4拍目でずっと一定してるとすごくこう進行感が生まれてるのに対して B メロのところはこう4でやったり2でやったりとこう要はこう不規則にすることによってこう,こういうふうに進行感があったと思ったらあれなくなっていってふわふわする感じでっていうのがあった上でこう A に戻った時に2回連続させてもう一遍スピード感加速してからまたキープする。 ででここの、えー、バストラをを入れるるという形をしてるんですねなのでえー、っとまあ、ずっとこの必要はないんですけどこう、まあ、ソリストが変わるとかまあ、2コーラスぐらいこういうことやって、えー、このまあモードだからって言って特に左手がこうなんていうか制約をするわけじゃないけどなんかこうふわふわした感じこう,こうビワップみたいにこう コードがどんどん動く感じじゃなくてここはサビの部分だけがコードがこうちょっと動いていくでも A のところはずっと一発でみたいな要はずっとコードが一緒でで B のところにこう雰囲気を変えたいので B のところをこう不安定させてみたいにしてもいいし逆にしてもいいと思うんですよ。だから A のところをふわふわさせといて B のところで進行感出すっていうのもありかなっていうふうに思ったりで B のところだけこうこういうふうに普通にコンピングしてまた A のところだけリムショットにするっていう組み立てもありかなと思うんですよで。ここのポイントは A が8小節の AA で B だけ16小節あるからこの16小節間のこの漂う感じこう A がずーっとしてやってるところ B はこうコードがこう移り変わっていくのでこのふわふわした感じっていうのをどういうふうに表現する かっていうところが、まあ、ちょっっととポイントでもあったりするかなと思いますというわけで、まあ、簡単ですがマイルストーンズの、まあ、コンピングの組み立ての解説でございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方は是非いいねボタンを押してください。えー、作るときのモチベーションになりますのでよろしくお願いします。 このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、えー、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、えー、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、えー、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。